皆さんこんにちは、エルザです。今回は抑えたい場所の考え方で有利にを紹介したいと思います。スプラのマップは小さいながらも多くのポジションっていうのがありますよね。攻撃が安いポジションもあれば、前衛が攻めやすい場所など様々です。ですが、そのポジションをしっかりと抑えて何をするかによって効果が大きくあります。ただ取るだけでは意味がないことも多くありますので、場所への考え方で有利にする方法を紹介したいと思います。それでは実際にプレイした動画を流しながら、その強みとかを紹介できればと思います。早速いきましょう。それでは試合を見ながら解説の方をしていきたいと思います。まずは抑えたい場所は範囲で考えるということです。ポジションを取った時ってどんな風に考えるかっていうのを振り返ってもらうといいんですが、ポジションを取るっていうと結構点で考えることが多いんじゃないかなと思います。例えば初動でこのポジションを取った時なんですけど、ポジションを取ったっていう考えをした時にはこの場所だけを見るような感じになりますよね。まあ、それもそれで間違いないんですが、それは単純にポジションを取っただけという風になります。で、ここで考えていないといけないのが範囲で考えるという考え方です。まあ、ポジションを取った時にその範囲がなんで出てくるのかって話なんですけど、このゲームには必ず射程というものがあります。しかも射程の限界っていうのがあるので、その射程理解でどれくらいの攻撃範囲があるのかっていうところが大事になるわけですね。で、抑える場所、まあ、場所を抑えた時にそのポジションからどこまで攻撃できるかっていうのが具体的にポジションの優位性になります。例えば今いるところであれば、今敵がちょうどいましたね、その辺りも届きますし、敵の高台まで攻撃が届くようになります。まあ、右側も見ようと思えば見れるようになりますね。まあ、こんな感じでいるポジションからどこまで攻撃範囲が届くのかによってできることの範囲ということが増えますので、範囲まで何ができるかを考える必要があるっていうわけです。ポジションを取ることによって広い場所を取ることができれば、制圧できる場所も増えるので相手の動きの制限をかけやすくなるんですよね。まあ、後衛が前に出て抑えてほしい、抑えをやってほしいっていうのはこういったメリットがあるからです。そう考えると結構場所を取るといってもやれることとか考えることってめちゃくちゃ多いですよね。すごく大事なことかなと思います。だからこそ抑えたい場所はポジションだけではなく範囲も考えることが大事となるわけです。では続いていきたいと思います。続いてなんですが、範囲で考えられることができるようになったら、次は得られる効果を考えるようにしましょう。まあ、ちょっとね、今のこの場所だと得られる効果ちっちゃいんでなかなか考えづらいところですよね。ちょっとこの辺りは試合を流しながら、その時が来たら話していきたいなと思います。まず今の場所を取った場合なんですが、まあ、左側の敵を抑えれるっていうことと、まあ、右側の敵、特に通路下の敵に対して圧が与えれるって感じです。ただ今みたいに返されやすいんであんまり強くはないですね。で、ここで敵が左鷹を取ります。理想としてはあそこ、こっちの後衛が取りたいですね。で、こうなると分かると思うんですけど、なかなか後衛で前出づらくなりますよね。攻めづらくなるんで対面がしづらくなります。好きな動きができないんで結構ね、得られる効果ってでかいですよね。では次、逆に自分が右側を取りに行きたいと思います。さあ、ポジション取りきました。ここは取りに行きたいポジションの一つですよね。ってなった時に、まず得られる効果をこれで考えたいと思います。得られる効果としては、右の通路から敵が出づらくなるっていうところです。あとは左の正面に攻撃が届くので正面からも出づらくなります。で、段差下に来るんですけど味方と対面をすることが可能。まあ、今回ちょっとカバーが遅かったんでね、あまり活躍ができませんでしたが、こんな感じで上を取った時に得られる攻撃、まあ、効果というのが今みたいなものが出てきます。ちょっとの間でしたが制圧できるポイントって多かったですよね。しかも敵をちょっと奥目で処理できるので、それがさらに強みとなってます。こう考えると、ポジションを取りました、じゃあそこで何ができるのか、どういった射程で自分はどういった行動ができるのかっていうのを整理しておくと、今みたいに得られる効果を最大限生かすっていうことができますね。これを知ってるかどうか、まあ、試すかどうかとか考えてるかどうかだけで効果の大きさっていうのが変わってきます。なので
範囲で得られる効果まで考えるのは非常に大事かなと思いますね。では続いていきたいと思います。陣取りゲームのイメージが大事となります。先ほどまで場所を取って範囲を取りましょう見ましょうって話したんですけど、陣取りゲームでイメージするとより考えやすくなるかなと思います。まあ、ポジションといえば、陣地を確保していくような感じなので、陣取りゲームに近い感じありますけどね。左取りました、じゃあ次どこ取ろうかと思ったら次真ん中の広い部分をポジションとして取りたい、でそこを取ったら次右高を取りたいみたいな感じで陣地をどんどん広げていく感じになります。これが結構大事だったりしますね。この試合もねちょっと終わってしまうので、次の試合を見ながらその陣取りゲームのイメージの話していきたいと思います。はい、では2試合目やっていきましょう。陣取りゲームのイメージをしながらちょっとねそこを軸に話していきたいなと思います。ポジションは陣地のイメージをしましょうってなんですが、それと同時にこのマップにそういった陣地は陣取りできるような場所はいくつあるのかっていう理解も大事となります。例えばヒラメだったら初動左取り行きますけど、ここ取られるとも試合展開きついんで必ず取りますよね。左側が一つです。あとは自陣の高台ですね、右側にあるやつですね、あそこを取ります。で一応自陣寄りに2つあるっていうことだと敵陣にも同じ場所があるので、そこを取ることが陣取りとして、強い部分となります。なので合計4箇所陣取りできる場所があるというわけですね。なので次相手の陣地を取りに行きます。ちょうどイミさんがいましたけどね、あの場所を取りに行きたいと思います。ただここを取った場合、例えばそこの通路を抑えることができるし、奥目今攻撃した場所をその通路も取ることができます。でさらに奥まで味方が行って右側を取ることができれば、右側の裏取りルートというか壁を伝ったルートを敵が通ることができなくなるので結構安定しますよね。しかもここから攻撃大体届くので、意味としてはこの場所を取れるだけで陣取り成功となります。じゃあね、ちょっと処理がうまくいかなかったらダメなんですけど、こんな感じでどこを取ったら次はここを取るここを取るみたいな感じの動きを徹底していると、どの場所を取らないといけないのかとか、いつ出るタイミングなのか、ここの場所を取られたらいけないっていう判断がしやすくなります。ただちょっとねこの辺り敵の攻撃が激しくなってきたんで、一旦捨てて自陣の方に戻っていきます。こんな感じで自陣の処理というか、しっかり何をするべきかとか場所を押さえておくと防衛のしやすさにもつながるので意外と大事なんですよね。しかもその場所が取られなければ自分だけでなく味方の攻撃、味方もそうですね、前衛とかも動きやすくなるのですごく楽です。でこの場所はあんま取られたくないんで、ここでちょっと粘ります。味方も攻めてくれたんでうまいことやれましたね。で左側の高台取られかけたんですが、無事そこも取り返すことができたという流れです。で次同じようにまた右側の高台を陣取りに行きます。敵がいるんでねちょっと慎重に行ってます。でメガホン使って追い出しながら味方と攻めるタイミングを見ているところです。必ずこうやって見ると分かるんですけど、矢倉を進めるのも大事なんだけど、矢倉を進めやすくするためにポジションを取るようになってますよね。このポジション取って前に出て、でさらにポジションをまた取って長時間奪い続ければカウントも進むみたいな感じになってます。こんな感じで陣取りゲームをちょっとずつしていくっていうのが大事になりますね。こういうやり方でも25カウントまで進めれるっていうところになります。で左高を取ってると今の場所にも攻撃届くんで相手の攻撃が動きづらくなるんですよね。で正面の通路を通ろうとしている敵に対してもああいう風に圧が与えるようになります。で左側のここ守りきらないといけない場所なので、陣取りながらやれる範囲で、防衛をしてます。ちょっと攻撃しづらそうに見えるんですけど、ここからしっかり矢倉周りをケアするだけで正面の敵の動きも確認できますし、右の通路から出てくる裏取りマンに対しても管理ができるので意外と動きやすかったりします。意外と防衛しっかりできてますよね。
まあ、この場所が取れてるからそれができるんですよね。敵がここまで突っ込んできてて下がらないといけなくなると、逆にそういうのは無理です。今ちょっと敵が詰めてきましたけど、ちょっとやっぱ下がるしかないですもんね。まあ、そんな感じでポジションを取るんだけど、ポジションで攻撃できる範囲を理解して、でそこから自分ができる最大限の攻撃であったりとか、やれることによる効果っていうのを理解しておくといいですね。で正面がちょっと取られかけてきてるので、ここから切り替えて右側に行きます。まあ、右側のここ取られるとね、もうどうしようもなくなるんで、ここは死守します。だからここから攻撃が届くのは、今矢倉がある位置から扇状の形に守ることが可能です。なんなら右の通路というか高台も取ることができるので、意外と場所としては最適ですね。でカウントも余裕があるので、ここからじっくりと敵の処理をゆっくりしていってるという感じです。まあ、こんな感じで場所を陣取ってしっかりやれることとか、攻撃範囲とかこういろいろじっくり考えると、焦らずに攻め切ることができるので、今のとかその直が当たるとかね、やっぱ知識があるだけでも全然違うと思います。まあ、こんな感じでポジション、まあ、抑えたい場所からポジション取って抑えたい場所をイメージして、さらに自分ができる範囲のことを考えて得られる効果まで考えると、今みたいに陣取りとしてすごく成果が出ますので、ぜひやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。